小沼さん後ろに立ってますけれども、これは世界選手権の選手たちも機体をいかにまっすぐ走らせるかということで、後ろに立って離陸をするっていうのは一番確実な方法かもというか、 FOC の世界チャンピオンの時に毎回世界選手権機体の後方に立って離陸します。それは 0.5 点でも減点されないようにということで、徹底的に、そういうことを徹してますね。今の離陸も上手に流れてると思いますね。90の回それでゆっくりご覧ください。ダダーがないけど